おはようございます。おはようございます。いやー、イタルくんが良かったね。良かったよ。ほら、昭和歌謡ボーカル試験っていうことで、昔の曲を2人ずつに分かれてさ、歌っていくんだけど、アブちゃん先生が求めるのは相変わらずやばいパフォーマンスで表現してくれみたいな、そういうとこを見たいって言ってる中、みんなやっていくんだけど、イタルっち何急に急接近してんだよ。よかったね。歌声とさ、はい、あとその容姿、もうドンピシャで異邦人。うん、でなんかさ、第1エピソードと全然雰囲気が違ってさ、髪型とかもさ、雰囲気とかがもう全然違かったけど、だから曲のイメージとか自分のパフォーマンスにイメージして、髪型だったりとかっていうのをこう調整してきたわけじゃん。いやだからそこすごくない？いやだからわざと髪伸ばしたんだな、これ。で髪型一瞬見たらさ、女の子かと思ってさ、おかっぱでしょ、おそ松くんみたいな。ちょっとおそ松くんではないだろあれ、さすがに。中性的な感じ、もともとね顔立ちあったけど、なんかこうさらにこう中性的な容姿になってさ、そうそうそう、一瞬女の子、俺なんか松たか子に見えてさ、ちょっと似てたよ。春のパン祭り。いやもっとあるだろ、レディゴーとか。春のパン祭りで おなじみのレディゴーあるだろ、レディゴー。レディゴー、いやいや、レディゴーって言うなよ。穴雪って言ってよ、そこは。あとラブジェネレーションね。古いんだってまた。キムタクとのね。昭和ドラマテストじゃないですかこれ。雰囲気もだからちょうど曲に合わせていってる感もあって合ってたしね、あと抜群の歌唱力ね、やっぱりね、やっぱ歌声がね、よかったね。あと完全に憑依型だね、あの子は。なんか本当に天才型というかさ、本当になんかアーティスト性をめちゃくちゃ感じるよね、独特の世界観を多分もうすでに持ってて、なんとなくね、あの顔とかは全然違うんだけど、なんとなくこう堂本剛とかそういうなんか独特なさ、はいはい、エンドレキリーなんとらケリーね、はいはい、わかるわかる。トカゲね、トカゲの名前のやつ。うん、1位だったじゃん、結果イタル君が、はい、昭和歌謡ボーカル試験はね、めっちゃ納得じゃんそれは。だからその Hulu だとさ、全員分見れるじゃん、歌唱が。ああそうですね、はい。地上波とか TVer だと、だいぶダイジェストでカットされちゃってるけど、Hulu だと、全員見て、全員分見て、イタルくんかなって俺も思ったから1位。いや俺も思いました、やっぱり見てて妥当な順位だったなと思うんだけど、でここで多分イタルくんがめっちゃいいってなった人、たくさんいると思う、見てる人で。だけどちょっとね、イタルくん心配材料もあるなって思ったね。なんでなんで、どこにあんのよ。独特な雰囲気とかカリスマ性がすごいじゃない。はいはいはい。そのカリスマがグループ活動の時に邪魔しちゃうんじゃないかなっていうね。なるほど、そうか、ソロとかだったらはいいんだけど、輝くじゃん。このそうか、要はユニットというか、グループ活動だから、こうみんなとこう調和、協調性、そういうところが取れるかというところね。異質な存在じゃん。あれがグループに入った時にうまく機能したらとんでもない存在になるんだけど、異質が上に邪魔しちゃった時ね、周りの反応とかさ、衝突が起きちゃうんじゃないかなっていうね。なるほどね。だから次とかさ、次回とかさ、グループ審査じゃん。そこでなんかこう周りが、おい、至るみたいなさ。はいはい。ちゃんと合わせろよみたいな。個人技やめろよみたいなね。孤立してっちゃうんじゃないかなっていうね。ああ、なるほど。あの野球で言うと、4番ばっかり集めても魅力ないチームみたいなね。2000年序盤の巨人みたいなさ。ちょっとそこを乗り越えれれば、絶対選ばれると思うなっていうね。でもほら、1話見てから、推しを決めてたわけじゃないですか。その推しがね、こう1になるとやっぱ嬉しいね、感情移入しちゃうから。いやイタル君はやっぱり第1話から注目してたから、選ばれてほしいなっていう気持ちあるけど、あと一つ、もう一つ気になるのは、イタル踊れんのかっていう。あ、確かに。なんか踊ってる姿あんま想像できないぞっていうさ。確かに、それはあるな。その見た目からしても、なんかこう踊り苦手そうな、やってたのかなっていうさ、気になるポイント。ダンスなんてレッスンすればさ、どうにでもなるのかもしれないけど、そこがなんか今不安材料俺の中で。確かにね、まだそこの動いてるところはあんま見たことねえからな。動いてるところ。そうなの、本当に至る存在するのかっていう話だから。いやいやいや、存在はしてるから。CG 説出てるから、もう至るは。
CG で出てくるのは美空ひばりとかだからそこよ。だからあまりに異質なカリスマがそれができるのかなっていう、あと営業スマイルできんのかなとか、あ笑顔もないな、そこがいいとこなんだけど、うん、そういうとこどうアブちゃん先生見るんだろうなっていうね。確かに社交性ね、社交的ではないからね、レッスン中も一人でいたりとか、うん、そうそうそう、そういうとこよ。だからその尖ってる部分でもほら一人さ、誰だっけ、吉川くんとさレッスンでなんかこう支え合うみたいな、吉川くんを支えるみたいなポジションやってたじゃん。そう、アドバイスしてたしね。あれはすごい良かったよね。うん、あれ見るといけそうな感じもするんだけどさ、うん、優しい、優しいんだなと思ってね。他に気になった人いた？うん、俺はやっぱりあの1話のねエピソード見てから、まあイタル君と、まあ、吉川君、そうね、気に入って言ってたね、はい、うん、で2人いた中でイタル君1位だったんだけど、吉川君最下位っていうね。ここどう見るかだね。頑張ってたけどね、もともとちょっと歌が苦手っていうね、うん、でもやっぱりさ、レッスン始まる前とさ本番のこの試験みたいなのは全然違かったじゃん、まあ、うん、やっぱり他の人に比べるとまあ多少部分では劣る部分はあったけど、うん、レッスンの成果がめちゃくちゃ出てるなっていうのはなんかすげえ感じましたよ。でも吉川くんは俺はグループに必要なキャラだなってやっぱ今んとこ印象受けてるから、はいはいはい、確かに今回最下位でちょっとねへこんでしまったとは思うんだけど、うん、気にしなくていいと思うんだよね今回の順位は。今回のレッスンでこうイタルくんっていう強い近くにいるね仲間みたいなのもできてるわけだし、歌に関して個でね負けたかもしれないけど、グループで考えたらいいと思うな。でもこの1位と最下位の2人がこうつながって頑張ったっていうのがなんかまたいいよな。まあそうだね、こうストーリー的にもドラマ的にもなんかすごく良かった、うん、よかった。確かに吉川君残念ながらだったけど、うん、他にありました？キスじゃないやっぱいやでもすげえ自信あったじゃん。まあ、いいことだよね、自信持つのはね。うん、ただビッグマウス自信がさ伴わないとさ、うんうんうん、だからこう勘違いやろうみたいになっちゃうわけじゃん。そうなのよ、最後の強気のコメントとかさ、うん、いいんだけど、アブちゃんが決めた判断をちょっとこう異論唱えるみたいなこと言ってたじゃん。はい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 、見る目ないっすねみたいな。ああいうさ、なんか強気すごいいいんだけど、ああいうキャラってさ超えちゃいけないライン超えちゃうとさ痛いだけになっちゃうんだよね。そう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 。だからそこの空気を読む力となんかクレーバーさみたいなの絶対必要じゃん、はい、毒舌みたいなビッグマウスって、うん、そこの判断間違わないでほしいなと思うけどね。あ、もうホンダとかね、堂安みたいなね。そうそう、うん、あとは俺の推しのケントが声変わりに負けず頑張ってたけど、いやーすごい。だから一番いいじゃない、変声期でさ一番年下でちょうど声変わりの時期でさ、うん、歌のテストって一番条件的にはハンデがあるようなもんだよ。でしかも 女性の歌でさ、大変よ。自宅ガレージで試行錯誤しながら、でかいんだよ、そしてガレージが。で、すげえなと思って。ハマー何台持ってんだって話だからね。でもあそこちゃんとね、そのフレンズレベッカのね歌ってたけど、自分なりのこう歌い方っていうか、いやね、声変わりと戦いながらのあの優しい感じで歌う風に工夫してさ、うん、ガレージでほら一生懸命高音出そうみたいな練習してたけど、2ヶ月間で考えて静かな歌い方でずっと行くっていう、優しい語りかけるみたいな、そこにたどり着く14歳ってえげつないからね。いやーそうだよね、自分で考えて表現してるわけだからね。で結果は見事4位だったわけじゃない。4位、そうそうそう、うん、あとまあ頑張ってたなと思うのはやっぱ3位に食い込んできたともくんとか、はいはい、あ急にこのエピソード2で上位に急に入り込んできてインパクトあったなっていうね、なんか気持ちで歌ってたみたいな、アブちゃんも言ってたけど本当にそうだな。すごいなんか歌い方とかちょっと乱暴っていうか荒々しさ、他の人はさ綺麗にこうね収めてたけど、そう外さないようにとかね、そう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 、うん、このトモくんは別にそういう音程とかも気にせず気持ち込めた歌い方っていうさ、はい、がなんかこう伝わってくるみたいな、うん、まあ、でも小室がどう見たかは分からんけどなんで小室を、小室哲也がなんでよ、TM ネットワークだからあのね歌がね、うん、荒々しく歌うの小室的にどうかは分からんけどネットワイルドを荒々しく歌うなと、うん、いいんだよ、そうそうそう、全部権利売ってんだからいいんだよもういつの間にかね気づいたらシンセサイザーも1台しかなくなってるからねあれ別に売ったわけじゃないからシンセサイザー
いろんな方角で弾いてたけどね、全盛期は。今やね、もう1台ですからね。で、このね、順位出たけどさ、まあ、さっきも言ったけど、アブちゃん、今回は、やばいパフォーマンスを見たいって言っててさ、まあ、見事、イタルくんが1位になって、すごい良かったなと思うんだけど、俺の中で今回、一番こう、やばいパフォーマンスしてた人いるんだよね。誰ですか？あの、出演者一人一人に、癖の強いキャッチコピーつけた番組スタッフ。わかりますこれ。確かにね。これ、Hulu で見た人はわかるの。全員分出たから。地上波とか TVer だとカットされちゃってるんだけど、一人一人になんか変なキャッチコピーついてんのよ、今回から。気になったのが何人かいるのよ。うん、ちなみに、ちなみに、ほら、ケントとか、うん、一番ね、若くて、うん、あの、かわいいケントとかは、キラースマイルとかだったわけじゃない。キラースマイル14歳みたいな。うんうん。まあまあ、ここはわかるよ。まあまあまあ、それでもちょっと、うんと思ったけど、うん、思ったけど、俺の中でめっちゃ気になった人が何人かいるのよ。癖の強い。Hulu だと最初に出てきた、まあ、学級委員のリオンくん。リオンくんのキャッチコピー、おしゃべりシティボーイ。クソダサキャッチコピーなのよマジで。いやこれだって一瞬間違ったらおしゃべりクソ野郎と一緒だから。いやほんとそう、品川さんだからねこれ。シティボーイがおしゃべりだったらダサいのよ。確かにね。シティボーイって無口でクールでいなきゃいけないのよ、格好つけてシュッとしてなきゃいけない。おしゃべりシティボーイは本当にダサいのよこれ。ダサいね、そう言われるとね。あと S 君とかね。エス君何でしたっけ？エチゴの目力ボーイっていうね。これダサいのよこれマジで。まず新潟出身はわかるけど、そのことエチゴって今言うなよって、この令和の時代に。はいはいはい。エチゴってもうエチゴなんてエチゴ製菓でしか聞かないから。まあそうだな。エチゴの目力ボーイだと高橋秀樹になっちゃうから。それエチゴ製菓の CM じゃねえか。これはちょっと癖が強すぎるなと。あと何、今回3位だったともくん、ともくんのキャッチコピー、ザ諦めない男っていうね。なんで最初から追い込まれたところ始まりなの。オーディション始まったばっかで、終盤ならわかるよ、いろんな問題が起きてそれでも諦めないみたいな気持ちを見せてる子に対して、キャッチコピーザ諦めない男なら納得いくんだけど、オーディション始まって序盤でいきなり諦めない男って言われても。そうだ、なんでスタートラインみんなより下がってるもんな。そうだ、そうだ、なんで崖っぷちスタートっていうね。お前俺の何知ってんだって話じゃん。そうだ、まだ誰も落とされてないのにね。そうなの、俺は諦めないみたいな感じじゃないじゃん。ああ絶対に3位だからね、しかも。そうだね、これ16位だったら言ってもいいんだけど。ああ諦めない男っていうね。適当だな、つけてる人。でこのザつながりでもう一人いるのよ、太一くん。太一くん、はい。ザ大学生っていうね。いやいやいや、ザ大学生って言ったらもう全国に何百万人もいるからさ。そうだね。凡人って言ってるのもんじゃん、こんなんだって。かわいそすぎない？そうだ。まだ諦めない男の方がいいよこれ。まあ人となりに性格が出てるからね。そう、具体的に言ってくれてるじゃん、性格。うん、ザ大学生はモブキャラだからこれは。あのゲームのシンプルシリーズみたいなやつだね。そうだよ。あのザ・マージャンとかさ、ボーリングとか。あのゲームプレステとかであったさ。あるある、安いやつね、500円で買えるやつね。500円か1000円か、うん、買えるやつね。それと同じってことだもんね。それと同じ、かわいそうよこれ。ザ大学生はそうやね。でそのかわいそうな太一くんと今回のボーカル試験で同組だった、うん、キス誇り高きビッグマウスなんだけど、はい、このザ大学生に順位で負けてんのよ。おお、確かに。同じ曲歌ってさ、中森明菜の飾りじゃないのよ涙を歌って、うん、1個下なのキスは順位。はいはい。だから誇り高きビッグマウスはザ大学生に負けちゃダメなんよ。キャッチコピー的には。このキャッチコピーのパワーバランスがおかしくなってるもんね。ザ・ビッグマウスに変えないとダメなんよこれは。で誇り高き大学生にしてあげないと。そうだね、大学生代表みたいな感じで言ってるから、ね、そうよ。誇り高きは普通の人に負けちゃダメなんだから、もうベジータがヤムチャに負けたみたいなもんだからこれ。
スーパーサイジンね、金髪になっても負けちゃったみたいな、ヤムチャ。そうだね、キス金髪だ、ね。で、今回15位だったさ、ソラくん、キャッチコピーがさ、未経験ポジティブボーイっていうさ、ちょっと待って、何これ、これ捉え方によってはもう前向きな童貞みたいなもんだもん。いや絶対違うんだけど、未経験ポジティブボーイは聞き方によってはもう童貞だけど前向きに生きてる少年みたいな感じだからさ、なんかちょっともうちょっとないのかな。だってソラ君とか、うん、すごいいつもニコニコしてて、うん、他の人がさパフォーマンスしてる時も笑顔で見てたりとかさ、うん、すごいいいとこあんのよ。そのキャッチコピーこれはないだろうっていうね。そうだよね、19歳に向かってね、なんか仲間思いのねポジティブボーイとかでいいじゃん。何未経未経験って、オーディション未経験ってのはそんな他にもいるしさ。そうだね、未経験ポジティブボーイはちょっとさ。だからみんな基本的にポジティブだから未経験でもオーディションに参加してるわけだからね。そうよ。いやでも途中で変わっていくかもしんないからね、このね。ダメでしょ、変わったら。キャッチコピーが。変わったらダメでしょ。ともくんとかがね、万が一ね、怒っちゃった時に、ザ・諦めた男とかなるかもしれないしね。そんな変え方やめてくれよ。次がさ、次回がさ、平成グループパフォーマンス試験っていうのになって、はい、まあ、グループで平成のね、いろんな名曲たちを歌って踊るみたいな感じっぽいんだけど、ちょっともう早くも多分次回で4人脱落しちゃう可能性があるっぽいから、はい、ちょっと注目して見ていきましょう。そうですね。じゃあ今回はこんな感じですね。皆さんからの感想、コメントもお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。